はようございます。マルシンラーメンの富塚です。ただいまの気温マイナス2度です。マルシンは真冬も半袖半ズボンで元気にやろうって感じになってるんですけど、外にいると死にそうです。はい、気がついたんですけど、はい、浩二君なんか髪型変わった？そうなんですよ、最近ですね。最近坊主にして、もともと鎖骨の下くらいまであったんですけど、髪の毛全部坊主で。なんで？いや、1月の終わりにちょっと誕生日迎えて。お、いつだったの誕生日？26日っす。おーおーおー、はいはいはい、ほいで。で、ありがとうございます。ありがとうございます。でも24になったんで、いつまでもチャラチャラしてらんねえなと思ってポーズにしました。それでなんかいっぱい言われますか？すげえ言われます。そっちの方が似合うよっていうお客さんもいらっしゃれば、前の方が良かったのにって言ってくれるお客さんもいて、まあ賛否両論ってとこですかね。はい、その坊主頭にも雪が積もってきたんで、そろそろ中入っていいですかね。あ、本当ですか？それ助かります。はい、行きましょう。お邪魔します。今日何しましょう？この前も食べたんで、はい、これワンタン麺ください。ワンタン麺で、はい、はい、ありがとうございます。前回ワンタン麺取ったんですけど、それより気持ち変わったんで。あ、ぜひ。なんか変わった？はい、まあ、それは出てからのお楽しみでお願いします。じゃあ、はい、すぐお願いします。はい、ワンタン一丁ありがとうございました。ありがとうございました。見たところ前回と同じポジションなんですけど、どうは？はい、実はですね、ワンタンの長身をなくしました。あ、本当だ。はい、長身何にも入ってないですけど、シンプルにしました。おお、はい、なんでまた？あれからお客さんの意見をたたもらい、つるつるとその食感を純粋に楽しんでもらうために。おお、でも正直なんでその梨の方の意見を取ったんですか？あのアリがいいっつった人が49人、うん、100人に、うん、梨がいいっつったのが51人。なるほど。さて、ご賞賛までしたと。はい、これはあれですかね、実際あの元に戻せと言ったら戻してもらえるものなんですか？そっちの意見が51人になれば、はい、この画像、映像を見て、こっちの方がいいだの、あっちの方がいいだのあれば、ガンガン書き込みしてもらって構いませんので、ご意見、たくさんください。よろしくお願いします。オール田村ドット TV。